でした、そうでした。あ、ありがとうございます。おー、始まりましたよ。こんばんは。やっほー、始まりました。こんばんは。こんばんは。どうですか、コメント見えますか。こんばんはがいっぱい見えるまだわかりますね、コメント。うん、わかる。読めます、読めます、読めます。こんばんは。やっほー。ちょっと、あ、お邪魔してます。お邪魔してます。マリーの配信ルームにお邪魔してます。お邪魔来てくださりました、ありがとうございます。不安です。参加させていただいてこんばんはしか言ってないよまたみんな、マリーのファンの方、私のファンの方は挨拶が重要なんです。あ、そうなんだ嘘です。ねえ、もうわかんない。いや、絶対志保さんの日向坂のみんなすぐさ笑顔で嘘つくからさどれが本当でどれが嘘か分かんない。それうちわかります。わかる。で、私騙されますね、めっちゃ。お、流通センターにいます。あら、そうか。流通センターの皆さん、こんにちは、こんばんは。ありがとう、ね、見てる、見てるよ、はい、ありがとう、見てくれてありがとう。21時までやってるみたいな。あ、そうなんだ。どうなんですかね、風邪ひかないように。本当ですね、はい、今日寒い。ありがとう、グッズゲットしてください。ありがとうございます。タオル、タオル、タオル、タオルゲットしてください絶対他の流通センターからの人多すぎて、うん、本当ですか。今日のテーマはって聞いてた。今日のテーマどう、テーマ何ありますか。テーマ、テーマありますか。私は相性もないです。ショールームってテーマあるものなの。ないですあの、あれです、あのこれ回ってるじゃないですか、うん、なんかしないといけ、踊なんか、うん、踊らないといけないみたいで、うん、嘘だよ。え、嘘、わかんない。え、嘘ですか、あれ。え、わかんない。え、わかんない。それ嘘つかれたの。え、皆さんに言われました、コメントで。これは踊るのが普通って言われて、あらあら、終わります。マリオの、マリオのスターの時の音楽ギリバレたバレたバレたバレました。あれ、うん、え、クミさん、だんだん見えなくなってきた。私まだ行きます。あ、クミさんルールですって。あ、じゃあ違うじゃん。そうなんだ。あ、クミさんルールか。クミさんだけのルールなんだ。あ、なんだ。あ、そしたらじゃあ大丈夫だええ流通センター流通センターの方、結局、ね、結局流通センターっていういや文字が一番強い。他の読んでください。皆さん何ゲットしました。流通センターで、あ、天使タオル手に入れた。嬉しい、天使、ありがとうございます。天使、めちゃくちゃ嬉しい。天使、え、私あの天使の、あの天使とあの加藤さんの星、うん、あるじゃないですか、間に、うん、あれなんで星にしたかっていうやつブログ見て、うん、天才ってなりました。そうだよ。すごい。四個の反対は星、うん、すごい。だから天才も私それはちょっときつい。傲慢、傲慢、天才、星、カトシ天使、星、天才全部いいね。天使、星、天才、タオル誰かわかんない、多すぎる。それマジでそうです。めっちゃすごいなと思いました。マリータオル買ったようだって。嬉しいです。マリーはさ、なんで本名にしたの。私は本名私の本名、あの私も天才でした天才気持ち、天才でした。気持ちは天才にしたかったけど、そう、でもどうやら私は天才じゃなかったです、うんうん、あ、リアルに却下されたってことそれです。本当、はい、面白い面白い。だから面白い。そう、あの天使だったんです、志保さんは。天才マリーとかにしたら多分、それ絶対そうなんですよ。意味が分かったから却下されなかった。それ本当にそうなんですよ。ちょっと二文字へのこだわり強すぎて。そういうことか。でした。ちょっとあれだねでもすごい気に入っております。マリー、わーい、マリー。なんでさ、みんな激ヤバマリーって言うの。私、うん、なんでですか。私ヤバいですか。質問、私ってやばいですか。やばい時、今日
今日でしょ。今日やばいって思ったことは、え、あったっけ、ない、寝てていいですよ寝てて、寝てて、よだれを髪の毛に全部たらいってただけくらい。でもそれってでもナチュラルなことだから、ナチュラル、自然現象だからしょうがない。そう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 、自然現象。多分マリオはちゃんとあの何なんか本能で生きてる。そうなんです、あの制御が効かないんですよ、口周りの、うん、さらわれ愛し模様本当ですか、愛し模様。じゃあ一緒に垂らしたってことにしましょう。マリーの激ヤバエピソードみんな持ってないのかな。待って、マリーのないですよ。マリーえやばいでもみんな垂らして寝てるから、そうなったらみんな同じです。みんな同じ。マリートシーって書いてある嬉しい、小さい小文字、トシー、トシかわいいです。それそれかわいい、めっちゃかわいい、かわいい、全部それ全部いけます。桜持ってる、シーシーシー、桜持ってました。桜持ってた、すごいね、すごいですね、すごい、なんか敏感。あと今日はマリーの面白かったエピソード、あの控え室が独特な匂い香りがして、はい、でもマリーは耐えられないから、うん、そのまた隣の部屋で待機してたんだよね。そうでしたね、はい、でみんなで再び集まった時に、うん、ちょっと言ってよ私下手だから説明。ええ、あのそうなんですよ、私はあのちょっと一回入ってあダメだと思って他の部屋で待機してたじゃないですか、うんうんうん、でそれで撮影だってなって久しぶりに皆さん立った時に明らかに違う場所で集まったのに皆さんからその顔にかすかに香っててみんなに染みついてた染みついてました。であのショッキングだったな、あれショックだったな。でもあの私が久しぶりにその控え室に戻ったら、うん、あの先輩方とかのいい香りによって緩和されてました、うん、本当、はい、匂いがその部屋の。でもちょっと衝撃的だったね。でも確かに所有物は独特な香りすると思います。あ、いや洗濯しよう、洗濯。でもいい匂いです素敵な匂い、何も分かんなくなっちゃった。本当ですか。今日鼻たくさん嗅ぎました。あ、いい、あ、ちょっと待って、ダメ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 、早い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 、落ち着いてみんな落ち着いて落ち着こう落ち着こう、どういうこと、あやばい、ひん、えやばいね、あどんな香りだったんだろうしか読めなかった気はず、え何の香りなんですか、難しい、難しい、あのなんか、あでも私はめっちゃ覚えてます、あの理解室の表現が難しい、理解室のその実験終わった後に、うん、なんか一回ドッと臭くなるタイミングがあるんですよ。あれあれあれ、あの実験は知らないです。アンモニアってことアンモニアの実験それなんでそれ言わないの私の口からアンモニアって言ったから、なんで私はアンモニア OK でマリアアンモニア NG なの。私 LG なんです、意味わかんない、その言葉 LG で本当に、はい、なんでなんかワード NG ってありました、本当に、はい、なんで私言っちゃったのねえ最悪嘘ですよねえ本当にやばいと思うよ今日だ嘘、そんな普通、普通、普通です、普通です、皆さん志保さんが泣いちゃいました、助けてください。いつもこうマリーにだけじゃない、私メンバー全員ほとんどの人にこうやって毎日、本当ですか、なんか言われますか、疲れます、うん、そう、ひなちゃんとかひなさんはいつも他の方にもするんですか、で私それ言ったら、うん、私もひなさんにされますもん、そこで学んだんだな、そうなんです、先輩からびっくりしたよ今言ったら、私超怒られるじゃんって思ってもう怒られたくないよ、全然大丈夫です、私もう怒られたい人だからさ怒られたい人ってどういうこと、その場にいたら、はい、多分ビジュアル的にこの人怒っていいだろうなっていう感じらしくて、だいたいこうみんなでいると私が怒られる、はい、かぶりますかその責任を、うん、そうでも怒られない、はい、すいませんでも
めっちゃだとしたら分かります、それは分かる。えマリーも怒られたいし、私怒られたい、いや怒られてたね、初期とかめちゃめちゃ怒られてたイメージあの怒られ体質、3期生入ってきた時怒られ体質でしたね、うん、でいつも全然仲良くなかったその時それは、うん、そうです、初期です、そうだよね、初期、それは初期でもあざかわとかいっぱい一緒にやってたけど話さなかったです、話さなかったね、だってマリーが話しかけてもヒューってそれでした、私、うん、マリーはよく泣いてたイメージ、意外と、ね、あんまやないわ NG なんでベロ出すの、涙 NG それはそうだよ、やこれはわかるよ、いや私は泣きまくってるの知ってるから大丈夫です、皆さん、ファンの皆さんも絶対知ってます、あそうなんだ、あの何でしたっけ、ドキュメンセルフオブドキュメンタリーやったじゃないですか、うん、うん、なんか全部泣きすぎてマジで鼻水止まらなくて、なんかビジュアルツの話、あの映画を見た時のマリーってこと、映画に映ってるマリーってこと、なんか、うん、何でしたっけ、1回第その1つ目のその映画とかも出て、うん、セルフオブドキュメンタリーを先輩方撮ったじゃないですか、うん、なんかあの後に、あなんかその影山さんと新三期生とかがまた別で撮ることになって、うん、その時泣いたんですよ、はい、あれ泣くよね、泣きますよね、あれは泣きます、昔の小月がいたら泣いちゃうよ、はい、ダム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 、私じゃ写真集はだっていうのが読めた、それ拾ったってことは本当ですか、たまたま見えただけですえ言及しない、うん、はい、ノー言及、ノー言及です、明日発売です、本当にやばいよ、嘘つきすぎだって、もうさ今何分よ、分気をつけます、気をつけます、数10分で3個ついたぞ、これ以上言わない、これ以上嘘ついてみたい、これじゃあさりげなく言ってください、うん、さりげなく言ってくださいね、分かった、わーちょっとさすが人狼いや私さすがじゃなくないですか、でもマリーは正直なんか3期さん、うん、2期さんでやるときは強いらしいんだけど、そうです、そうなんですよ、1期さん3期さんで最近、まあ、フィナーレを1回迎えてしばらくやってないんだけどそうですね、人狼フィナーレして、フィナーレしました、でも1期さん3期さんでやるとき、はい、マリー激弱でなんか開始 1回目の投票でマリーね、ジャッジメントになったら人狼で死にかかったからかわいそう、本当にかわいそう、でも毎回マリー弱い、なんか騎士とか大事な役目なのに1回目にジャッジメントされちゃって、なんでなんで、あのなんで怪しいムーブを一輝さんの前ですごいする怪しいムーブ出してます、グリグリの市民ですずっとなんかあのだってあれじゃないですか、あの、うん、人狼してる時に、うんうん、その場を惑わせるマドラーがいたら楽しいってなったじゃないですか、うんうん、なった、だからあんな言い方してたの、だから私はマドラーの席も果たしたくなって、うん、全然マドラーじゃない、最初にバイバイする標的になっただけで惑わしてなかったダメじゃない、じゃあもうさらさらなんか損してる、うん、マドラー楽しいよね、でもマドラー楽しいですね、うん、マドラー楽しいよ、楽しいです、あの日向坂めっちゃもう今ガチです、人狼に、うん、ね、だけど今落ち着いてるね、落ち着いてますね、ちょっとでも今日金村ミクマスターが誕生して、うん、ミクさんのマスターみたい、そうミクちゃんマスターなのよ、はあ、ミクちゃんなんか人狼中も、はい、あの BGM かけてくれるBGM どういうことBGM ってどういうことですか、怖いえなんかね人狼の BGM ブーなんかすごい、そうそう、もうついてますよね、ミクちゃんマスターです、すごい、京子さんマスターじゃなくて京子なんか第二のマスターがミクちゃんですね、ニキさんのマスター DJ 寿司、ミクちゃん今日さミクちゃんのことずっと見ちゃった、うん、え私も見たい、なんで見たんですか、分かんない、なんで見たんですか、金村にて何見ないくせに何それ見ないくせに何それ私見てないですよ、私そういう私そういうキャラじゃないか、私もわかんない対応そんなことあんま言われないからさありがとうね、見てるよそうなんかちょっと、うん、あのその対応困る、うんうん、本当に困る、ね、何困る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 助けて助けて困る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 よ本当に死ぬ、そうめっちゃ面白い、
ちゃん見えてるってコメントだけ見えた。見えてます。見えてるよ。お、見えてますよ。見えてますよ。これってさ、顔横に伸びてるのかな。どうですかね。実証。伸びてないか。あー、伸び伸びてる気がする。なんかそう、なんか普通の純そのなんか。なんか場所によって顔のさ形が変わるんだけど、どういうこと、うん、それって私の輪郭が変だからそれは絶対ないです、それ絶対それ綺麗、なんかフィギュアスケートみたい、それは絶対おかしい。どうみんな広くなってる、右はストレッチストレッチしてる私たち。めっちゃカエル見えた、カエル見えた、めっちゃカエル見えた、カエル張ってました、カエル張ってんの見えた、カエル張ってんの見えた、絶対見えました、やばいね、カエル気をつけない、気をつけない、カエル出た、カエル出た、カエル出た、見えてた、カエル見えた、やばい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 、ハプニング、ハプニング、シーだよシー、カエル見たい、すぐそこにありました、中の黒いインナーのとこにカイロ貼ってんの見えちゃった、見えました、すごい、カイロ4枚貼ってるよそんな貼るとこあります、ここと、うん、ここと、うん、お腹お腹背中背中2枚で固めてるんです、うん、そうよ、めっちゃ貼るじゃないですか、そうそれ、うん、流通センターにいる皆さんも、はい、うん、カイロ貼ってください、貼ってください、貼ってください、続きに行きます、カイロ、嘘ついた、でも最近さ、はい、はい、どうですかなんかすごい面談みたいなそういう面談何度もしたことある、どうですか、最近どうですか、こういう面談あるね、こういう面談何度もしたことある、ありそう、あるよ、あるその時は私は楽しいです、あ本当で、うん、答えちゃいます、あなるほどね、はい、最近そうですね、最近は、はい、リハーサルを頑張ってます、リハーサルしてます、リハーサルしてます、ひな誕祭楽しみ、めっちゃ楽しみですよね、楽しみ、本当に楽しみ、横浜スタジアムね、楽しみ、でも絶対に超楽しいライブになるなと思います、ちょっとね、どの席の方でもね楽しめると思うので、そうなの、そうなんですよ、番号覚えた、だって覚えた、覚えた、方向感覚がえ何これってならなければ大丈夫で、いやでもこの間なってて、よりはそれでマリなりました、一人でずっと暴れ、なんかずっと一人で迷子になっててさ大丈夫かなってありましたね、千穂さんなんないですよね、あんまりなんかあんまなんない、迷子のイメージない、空間図形みたいなのね強いんだよね、それめっちゃ強いですね、うん、空間図形できる、数学とかでめっちゃ、数学はね中学生まではできたはず、すごい、それ本当に強いです、で強くないや、もうでもあ なんだこれってなりました、なんかね4期生のみんなともリハーサルしてるけど、してます、どう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 、4期生のみんなと喋ってる、そうですね喋ってる、あの喋ってるイメージ勝手に、そんなことない、あそうなの、人見知り、意外と人見知りだっけマリーさん、えなんか難しいです、うん、難しい難しい難しい、初対面難しいよね、あのこういう風にお話をされたことがないから、うんうん、先輩としてどうやって対応すればいいか分からなくて、ずっと後輩だったもんね、そうなんですよ、だから慣れてないです、でもそれもね、一輝さんも一緒だって、本当ですか、一輝さんもひらがな欅坂46に入って、はい、うん、欅坂一輝生さんの後輩として、はい、うん、もうそうですよね、ずっとやってたから、うん、単独グループになったらいきなりやっぱ一番の先輩みたいなのになるって、うん、はい、戸惑ったもん、戸惑いましたけど、日輝さんと意外と近くて、うん、1年ぐらいしか変わらないんじゃない、そうですよね、で日輝さんとも
過ごす時間が長いから。うん、確かに。そう、ニッキーさんめっちゃ、ニッキーさんでもなんか結構みんないい、みんないいことじゃから。うん、わかります、ね、というか素敵な方だったり、ね、先輩、私は先輩先輩できないけど、はい、みんな優しいから先輩先輩できなくても、はい、みんな優しいよ。ありがとうございます。でも学びます。そうだよ、先輩先輩できなくても、おお、あれだよ、おお、背中で見せればいいよ。きっとかっこいい。背中で見せ、私は口下手だから。背中で見せとこう、私。そうだね、背中で語ります、今から。そう、そうです。で、真正面で、うん、真正面で話しかけずに、うん、それは違う。ドーン。やばい、今の、じゃ今の笑い方するといつもサイコパスって言われちゃうから。はい、手を差し伸べてます。はい、ねえ、冷えじゃん、ねえ、冷えじゃん、めっちゃ、めっちゃ、めっちゃ体重かけるじゃん。冷えじゃん、はっきり冷えじゃん、心配、カイロ貼りな。じゃあここで温めさせてね。カイロ、はい、ここ温まりな、ほら、温かいだろう。お、温かい、しほさんのお腹が一番温かい、うん、そうだよ、この世で一番温かいんだよ。めっちゃ温かい、うん、温かい、温かい。足、足の方がやばいですね、もう今。お、なんだ、冷え性発揮。ちょっと時差がありますね。時差、読まなくて、ね、恥ずかしいから読まなくて大丈夫です、うんうん、ありがとうございます、冷え性発揮。うん、ですね、うん、あの、あ、ですね、はい、あ、読めましたよ、今日の靴下かわいい。誰の？だから私、だから志保さんと森本の靴下。私、メイの靴下履いてるよ。え、どういうこと？どういうことですか？メイさんの靴下？うん、謎。待って、かがなくていい。なんで書いてる？おー、どういうこと？メイさんの靴下？マイマイ。どういうこと？どういうことか？メイメイに似てるでしょ？今脱いだ。今脱いでた。メイメイの靴下。今シホさん。でも私ね、いい匂いなのよ。これね、ずっと自慢、唯一のね、素敵なところ。すごいすごい、今度嗅がせてください。いいですよ、嬉しい嬉しい。靴下目の前で寝た。ヨーダ、ヨーダか、はうはう。似てます。え、何？メイさんとん似てるよ。わからない、メイにいつも言ってる。私も見たら思うのかもしれない、うん、マリーの靴下は、だって、私の靴下、うん、私の靴下なの。何靴下紹介し、私の靴下は、うん、ちょっと見して、レポする。いや、だって私今日、私今日あの、うん、あれじゃないです。あ、もういい、流らなくて大丈夫。勝負じゃない、勝負、勝負靴下じゃない、ね、私も別に違う。勝負靴下じゃない、もっと可愛いのにすればよかった、うん、可愛いけど。そう、あと犬の毛、犬の毛ついてるから。え、ワンちゃん飼ってるの？飼ってます。何犬？あの、白し、柴犬です。え、いいね、柴犬2匹います、お家に。でもちょっと、じゃ、そしたらマリーとあんま近づいてるとアレルギーだから、犬アレルギーだから。じゃあ挟んどきましょう、ちゃんとポカ、うん、ポカちゃんと挟んどきましょう、足の上乗せて、うん、おー。地味にこれだけ映ってるの絶対気になりますよね。ゲームやろうかなって、さっき思ってたんです。でもこれあるあるすぎない？これは確かに、これは正直、私的にはジェンガか、はい、あ、いいですね、ジェンガか、これが好きなんですよ。え、それ私やってみたいです。本当、一回もしたことない。一回やってみるか、じゃあちょっとここ一回もしたことない。ここら辺に行ってね、ちょいちょい引きます。はい、限界。これ見えるかな、見えるかな。お、いい感じじゃないですか、いい感じ。すごい、あ、私たちが見えなくなった。すごい、なんかなんか、え、あの、エース、やばい、やばい、ASMR の配信とかできそう。画角どうかな。お、これめっちゃいい感じじゃないですか。ありがとうございます。どういたしまして。ありがとうございます。見えた、よかった、見えた、見えた、よし。これ、これ、これどうやってやるんですか。これはですね、どこがスイッチ、どこがスイッチだろう、これ、どこスイッチ。あ、おお、始まった、初ゲーム、はい、これで、あ、あれでしょ、待って、まだまだ、まだまだ
まだ音を立てないように取って奥取れた方が勝ち。じゃあお手本として一人最初に私からいきますね。出ちゃうんじゃない？怖い。まあ最初は余裕ですよ。結構怖い。すごいの無理かも。え、音をさせないんですよね。音させちゃダメだよ。え、これランダムとかじゃないですか。まあそのでっかいのあったのか気づかなかった。うまい。よしよしよし、はい、いきます。え、怖いよ、やめてよ。あ、危ない危ない、音出せなくて危ない。結構スムーズクリアってるから、こまごま。ねえねえ、なに、頑張れ頑張れ。これ本当の音鳴らしたら噛みつくんですか。そうだよ、めっちゃテンポよく噛みますね。これ怖いんですけど、シンプル。いけるよー、はい、かー、威嚇する。はいはい、ありがとうございます。え、鳴ってないよね。ガルル、いけそう。ゲーム配信いけますね。かわいい、だんだん愛着湧いて。カードいるよって書いてある。え、カード、確かになんかあったの。え、カードあるんですか。うん、それ全然知らない。それ、そのカードですね。それ、これかも。ありがとうございます。え、ファンの人よく知ってますね。マジですごい。皆さんよく知ってますね。これだ。え、何これ、どういうことですか。あ、わかった、これ。すごい。マジで。え、わかんない、取れない。こっちから行く。こっちに行く。取れた。取れました。あー、これこういうことだ。じゃあ今からこれ始めよう。はい、じゃあ今から始めます。シャッフルですよね。ありがとうございます。にゃん、すごいシャッフルできるの。にゃん。はい。にゃん。じゃあ、マリちゃん、私、はい、ですか。何ですか。まずい、青3本。青3本。おお。頑張ってください。この子全然起きない。わっ。私たちに起きない。波に起きない。本当ですね。なんか今わって言ったよね。なんか驚かそうかそう。いきます。じゃん。赤3本。赤3本。ほら、ピー。サクサクで草だってそれはマジです。結構スピーディーです。3本危ない。え、この子全然動かない。この子全然一生寝てます。この子私ちなみによく寝てる。でれん、見えない見えない。白2本。あー、うわうわ、白2本はあれです。ちょっと1が薄すぎてずるいやばいやばい、わちょっとびっくりしたよ。うん。いきます。よっしゃ。赤い。よっしゃ。赤い。あっ。へへへ。強い強い。強い。全然起きない。骨付き肉？え？でもさ。でも白ない。マリ。取ったよね、白に。私がもらいました。私が取ってた。あ、ほんとだ。で、黄色いっちゃうね。うん、そろそろないんじゃないですか。私これ得意かも、終わらないかも。え、じゃあこの子がきっとあれです。この子がきっとたまたま、うん、黄色さんも、いける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 よ。じゃあ一気に日本取りとか。いけいけいけマリ、いけ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 マリ、わー、押せ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 、ありがとうございます。これなんか起きずに終わりそう。え、もう無理じゃん、黄色2本。起きずに終わりそう、これ。え、この子一生寝てる。え、この子声大きくないですか。真剣、ごめん、真剣になってた。真剣でしたね。この子2本取れたよ。この子きっと一生起きない気がします。起きて、そろそろいいんじゃない。白いち、そろそろいいんじゃな い, い, いそろそろいいんじゃない、起きなさい、そろそろいいんじゃない。今ちょっとびっくりした。白いち、この子一生、ね、無理じゃないもん、こんな色。各一色一本ずつ。待って、これ本当に終わりそう。じゃあ今ある色を全部、じゃあ全部取ってください。全部いいよ。全部取って、だって4本ですもん。あと4本しか残ってないです。え、終わった。ちょっと待って、見せましょう、これ。何これ、終わった、やばい、終わった、やばい。
じゃあマリここの下押してみて。怖っ怖っ。じゃあこれちょっと入れとくわ。はい、押しながら撮ってよ、うん、ちょっと待って、何これ何のゲーム。じゃあ私が行くね。怖くなってきた。行くよ。あの起こしてください。この子は結構あれでしたね。待って、ん、説明書読んだ。だってえないんだよね、説明書。説明書はないんですよ。狂犬強い。どうやったのそれ。私分かりました。ちょっと難しかった。やめよう。難しいですね設定。これ、おびっくりした。設定ミスって書いてあるけど、これどうやって設定。もう正解が知りたいですね。ね、どうやったらさ強くできるんだろう。確かに強くできる。やばい。あ、早い。早い。早くなりました今。本当？早くなりましたよ。じゃあもう一回やってみよう。もう一回いきます。早くなりました。だってこれでさ結構時間取られちゃったらさ、ますね、これお話ができなくなっちゃう。お話できなくなっちゃう。あ、落ちてました。うん、じゃあ。じゃあ、いきますか。いきますか、はい。じゃあ、じゃあ、3回くらいで終わりにしますか。そうね。じゃあ、いきます。じゃあ、はい、マリーさんから。じゃあ、いきます。うん。はい、すいません。次だよ。あ、次これは絶対なんか、そういうことか。オリジナル。パスパスすごい。パスちょっと待って、これ。待って、2枚取ってた。待って、あー。ちょこれ引きますね。2本、どうぞです。これ。これでもこの子の起きない気が、うん、この子全然起きない。もう一回いきますね。これ一回ここら辺から撮っていいですか。いいやん。ありがとうございます。はい。おーいい。いきますね。はい。全然取れるじゃん。白3本。起きなさい。この子起きない気がします。反応するとあれなんですかね。起きないよ。起きないんですよ。どうすればいいの。これどうすればいいですか。起こしてください。起こして。青1。起こして。もう余裕だもん。もう超スピードアップできる。骨付きに。じゃあスピード取ってきました。スピード。いいよ。はい、はい、パス、はい、赤2、はい、黄色1。骨付き肉。骨付きに…あ、ないの。骨付きに…ない。ない。青3本。これもない。赤3本。赤3本。やめてよね。やめてよね、そういうのも。赤3本もうラス1。赤1本、黄色3本。ありがとう、ありがとう。終わりました。ありがとう、ありがとう、ありがとう。今までありがとう。ありがとう。よく頑張ったね。よく頑張ったね。おやすみ。おやすみね。おやすみ。忍耐を戻りな。自分の場所に。こうだよ。こうだよ。こうだよ。始まっちゃった。始まっちゃう。なんか、なかなか難しいですね、これは。難しかったね。これ結構楽しみだったんだけどね。この子がきっとよく熟睡できる子でしたね。私たちに挟まれたから、私たちの共通点って何かわかる？知らないです。絶好。知らないんです。絶好。話しました。私たちの共通点だって。眠い日が一緒。それ確かに。
でしょ、気圧でめちゃくちゃ眠りが深い、気圧確かにどこでも寝れるっていうのと、それ本当ですね、そうそう、お、ありがとうございます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 、この子も同じ仲間でした、じゃあジェンガしますか、ジェンガ、ジェンガマジカメラぶっ倒すと言っちゃう、ジェンガしつつコメント読まなきゃ、あ、そうですね、コメント私コメント私本当に今日眠いよね、見えないで今日眠いですね、あ、そうだ、あのとメッセージアプリでマリーのね、はい、ガチネガをね撮って送ったの、え、あの聞いてください、うん、そのあの話していいですか、え、届きました、うん、その話その話していいですか、うん、あのですね、うん、マネージャーさんから、うん、あのこれがあのこれ送られてきたんだけど、うん、マリーこれ載せていいってわざわざ私に許可取りに来てくださったんです、うん、なんかマリー載せようとすると毎回なんかマリーに許可2段階許可が、そう2段階許可があります、私はマリーはなんか危険人物みたいだからもう載せないね、それは困るマリーを送ろうとすると時間がかかるのよそうですね、そうそうそうなんです、私はきっと本当にあの検閲の時間があのちょっとかかっちゃうかも、なんでだろうね、うわあれですかね、リハでちょっとなんか待って、これそういうこと、んんどういうの、あのこれここにありますか、しかもまだ出てきたよ、これどうやったらいいですかね、だってここにあるんですよ、ってことはこう行けばいいか、うん、ありがとうございます、おありがとうございます、いや、まあ、素敵、綺麗、でもこれもなんでこれテープ貼ってあるの、本当ですね、あ、隠してるのか何かを、じゃあ行きますか、はい行きましょう、ちょっとずれちゃったけど、そうですね、罰ゲームはだって、罰ゲームですか、罰ゲーム何がいいですか罰ゲーム何がいいですか、罰ゲーム何がいいですか、そんな声でしたっけ、そんな声かな、うん、ですね、じゃあポン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 拾いますね、罰ゲーム、はい、ぶりっ子、セクシー一言、セクシー一言いいです、変顔はダメです、変顔は NG です、はい、チュー、おーやってるぶりっ子、ぶりっ子チューってどういう意味ですか、チューってわかんない、そういうことか、あー、うん、でもぶりっ子、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 いぶりがっこみたいな、まあ、愛嬌、愛嬌という、そうですね、自己紹介も書いてあった今、あ、じゃあしほさん、じゃキャッチコピーしましょう、あ、いいよ、恥ずかしいね、恥ずかしいです、結構キャッチコピーは、じゃあちょっとじゃんじゃんぎゅ、じゃんけんぽい、あいこでしょ、じゃあ私から、お、ありがとうございます、むず、どうやって攻めるんだっけ、ジェンガって攻め、攻め、おー、これ斜めにしよう、あ、本当ですね、わ、いいです、めっちゃ、ちょっとずらしちゃった、そういう感じです、いきますね、うん、これ変更かな、いいんじゃない、お、素敵あ、結構いけますね、ポンポコ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 、じゃあ私ここ行きます、あ、乗せないの、だって乗せるらしいよ、あ、乗せるんだ、やばいやばい、もう私本当にルールが分かってないですね、分かってないね、まあ、もう本当にすごい配信の方のコメント読んで私たち全てを知っていく、 ね勉強、ここ勉強ショールーム、ちょっと待って、めっちゃ危ない揺れ方してる、え、いいんじゃない、そんな無理だよ、そこは、じゃあ、ま、じゃあ、じゃあ、まだまだまだ片手だよ、だって全然抜けない、触ったらダメ、触ったらダメ、厳しい、前回触ったらダメ、厳しすぎでしょ、どうやって、どうこれ待って、これ引き抜きたいんですけど、無理です、一回触ったのはダメって意味だし、そういうことだ、むずくない、結構、え、これどうすればいいですか、抜けないです、うん、これで違うんでいこうゆる激ゆる激ゆるです、あ、これも抜けない、どうしよう、3問目でも抜けないです、うん、なんで、なんで、じゃあこれいこう、お、いけた、まあまあまあ、まだ最初なので真ん中置こう、ね、私も最初だからちょっとかん、あの寛容、寛容的に、おー、いけました、うまいですね、うまい、うまい、うまい、じゃあ嬉しい、うまいです、じゃあここら辺行こうかな、
押して抜くのよ、だって。ああ、そうなんだ、押して抜くんだ。知らなかった。なんか全然全部知ってきますね。そんな固いルールいらって言ってる人いる。めっちゃ面白い。他の指で押さえて、どういうこと？他の指で押さ、他の指で押さえたらね、結構多いですね。うめーい。私じゃ身体能力すごい高く。え、身体能力なの？ここね、すごい。おお、すごいですね。なんか最初。おお、びっくりした。失礼しました。いきます。私告知の効果、天才なんで顔赤いの、だって。私は配信してるといつも赤くなっちゃうんですよ。んなんかリンゴちゃんなんだよね。リンゴちゃんです。しほさんが隣により赤く見える。ジェンガとのジェンガピース、ジェンガピース。本当だ、顔赤いが。だいぶこっちにゆとりある。それ絶対ダメですよ。それ絶対ダメですよ、それ今の。しさあ、めっちゃ笑ってるのにさあ、はい、かっこいいめっちゃ笑ってるのにさあ、はい、笑顔苦笑いっぽく見えちゃうんだよね。そうなんですか。以上です、どうぞ。ありがとうございます。全然お素敵。じゃあ一言言って。わかりました。こう抜いてくってのはどう？全然 OK です。私は私はあのですね、何でもありです。志保さんの、志保さんが苦笑いで言ってる映画をとても素敵だと思います。ひゅーやだ、どうぞ、やだやだ、頑張ってください。これだ。私絶対いけるよ、ね、これいけますね。不安定。マリー、じゃあ日々のこと言ってくれたから、 ありがとうございます。マリーは最近喋れるようになったよ。それです、本当にそうです。じゃあ行きます。お互い時間かかるタイプだよ。そうです。ゆっくり時間をゆっくり。そうですね、3、4年かかりましたね、はい、あのごめんなさい、4年くらいかかるんですけど、はい。じゃあ最初に仲良くなった人はどなたなんですか？一番最初に話した方ですか？はい、あの宮田まなもさん。ああ、まなもちゃんね。まなもさんが、あ、そうなんだ。私のお母さんまなもさんと仲良くて。あ、そうなんだ。あのよく私の来てご飯とか食べに行ってます。以上。そうなんだ。これいいですか？ここに割り入りますよ。これだけ置かせてくださいね。はい、はい、なんかでもあれですね、割と引き抜いてる感あります。そうですね、私たち意外と強いかもですね。もうノールックでいけちゃうもん。ノールックでいけちゃうもん。千穂さんの一言、はい、以上です。ノールックでいけちゃうもん。ノールックでいけちゃうもん。いや、こういうのはさ、やっぱりさ、フィーリングなんだよね、フィーリング。こう一言、こういうのってやっぱり引っ張っちゃって全然抜けない。いいよ、違うとこいいよ。本当に大丈夫だよこれ。いいよ、本当に大丈夫ですかこれ。違うとこ言っていい。じゃあ、しほさんルールで行かせていただきますね、うん、もう危ないよ相当。なんか都内にある高層マンションに見えてきた。そんな、うん、そこまでって結構あれですね。あ、いけそう。私は最近ミクニンとも話せるようになって。そうですね、結構3期生とその1期さんで遊ぶことが増えたからか。それはめっちゃ思います。そうか、そう、リハーサル合間と制作期間で、うん、すっごいやってるんですけど、はい、すっごいやってるんですけど、これ全然抜けなくて。本当に抜けなくて。そこ、おお、全然だね、抜けました。これしほさんの方に倒れそうでめっちゃ怖いです。いいやん、顔面カバー。ツンツン、それツンツン、すごいツンツン、ウェーって書いてます。ノールック、そろそろ。まずいまずいまずい、まずい、まずい、なんか飛び出てきたぞ。飛び出てますね、なんか。どうかな、おー、どうかな、どうかな。じゃあ行きますよ。
前握手会で、はい、まだコロナ前で握手会があった時、はい、結構無口な方がいらっしゃって、あ、そうなんですね、なんか質問したりすると、はい、どうかなそれすごいで、すごい気になる逆に一輝さん全員に来てくれる方がいたっていうエピソード、はい、もう一輝さんの方に全員、え、そうなんですね、うん、今もまだどうかなって他のところ言ってるかもしれない、どうかな、どうかな、ちょっとだいぶ怪しい、どうかなさんって、どうかなさんって呼ばれてたんですか、勝手に名前も名前も名前もどうかな、名前もどうかな、名前何って聞いた、どうかなさんいらっしゃいますかね、何ですか、もうさ直接ミングリも楽しいけどさ、はい、直接会いたいですよね、会いたいですね、やっぱり直接一対一で会うことが、うん、会いたいです、 会った方がいいですでもひいマリーは、はい、危ないです、マリーはでもミーグリが初めてだもんね、そうなんですよ、握手会で実験したことなくて困ります、まだまだなんか握手会経験したことなくて、からとしさんミーグリよろしくお願いします、来てくれんの、ありがとう、わー、あーすごいよ、今揺れましたよねあなた、うん、揺れたよね、揺れないでよね、もう倒れそうだって、私たちだいぶ強いよ、このジェンガこれ何、これなんか これどうしたらいいと思いますか、うん、これ頑張れ、これ行きたい、でもこれを引き抜きたい、これでも両手使ったら NG なんですよね、これ私倒す自信しかない、うん、でも倒さない、私こういうの倒さない女だから、そうだよ、天才でしょ、倒さない、自称自称自称多少自称天才、顔真っ赤で可愛いんだってね、ちょっと抜けないんですけど、でも片石さんも負けじと天然チークだけどチーク塗ってきたんですけどね、え、これ両手ダメですか、いいよ、ていうかもっと上のやつにもう変更しちゃえば、そうですか、じゃあこのままいけますね、うんうんうん、このままいっていいですか、なんかめっちゃ怖い、うん、怖いね、怖い怖い、これいこうから、なんか飛び出てるし、揺れてる、かわいい、ありがとう、ありがとうございます全然倒れないですね、私たちって意外と、私たち天才と、ジェンガって意外と倒れないもんなんですか、ね、もう一回上の方行くわ、で上の方行ったらきっと一生続きそうな気がします、すごいですねこれ、わー、獅子の全部が好きだ、ありがとう、うわ素敵、プロポーズですよ、今のプロポーズされたの、私今のプロポーズですよ、嬉しい、キュ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 嬉しい、チュチュ、もう上の方行っちゃうから、お、獅子前よく見て、一番上行った、一番上一番上行ったんですか、それやばい、上から二番上行った、一番上行った、駆け引きですから、マリーさん、駆け引きですか、はい、やっぱりこういうのって駆け引きって言うじゃないですか、そうですよ、あ、なんか全然通れないね、ありがとうございます、レコメンの話来てまして、今レコメン、レコメンありがとうございました、うん、またラジオの仕事待ってます、うん、ほっと一息さ、そういえばラジオ関連で影が卒業して、うん、本当ですね、すずちゃんとひなだって、すずちゃんとひなのラジオって未知数じゃない、うわめちゃめちゃ、一回ひなた日をすずちゃんとやったことあるけど、あ、そうなんですね、うん、DJ 鈴鹿って感じになりそう、ひなちゃんはとにかく癒してくれそう、 そうですね、確かにお二人のちょっと気になりますね、お、ここ行けた、まさか、あ、すごい、なんか穴場見つけましたね、穴場見つけるのうまいな、しほさん穴場見つけるの得意です、絶対お得意です、ここ行きます、お、めっちゃするよ、ナッチョのラジオ始まる、そうなんですよ、めちゃくちゃ楽しみ、ナッチョのラジオは絶対、え、もうだって7年前6年前からずっとやってたから、こちらも感動よ、めっちゃ感動、こちらも感動、もう嬉しかったです、めっちゃ嬉しい、私もすごい嬉しかったです、本当に、今年もいつかまた一人しゃべりしたいでーす、おー、マリーさんも、私は実は決まってます、決まってますねえ、怒られる怒られないよ、もうもうあなたのこと絶対メッセージに載せない私は嘘です、
もう。しほさん、そんなプロポーズ。超ヒヤッとした。しほさんってプロポーズされたからってそんな嬉しく決まってません。ちゃんと訂正してください。嘘ついたんだったら。すいません、はい、嘘つきました。怒られろもう。怒られろ。怒られろよ。怒られます。あの怒られますこの後。行ってきます。最近怒られる。私は最近は怒られてね。あ、そっか、はい、怒られろ怒られろ私が怒る。 お願いします。ダメだよ。うなずかれます。よくない嘘は。今のは生配信中によくない嘘でした、うん、私もびっくりしたし、びっくりしました。マネージャーさんもびっくりしたし、決まってたんだ。その嘘、リスナーの皆さんもびっくり。リスナーの皆さんすごい。あ、ちょっと今ラジオだと思って、ラジオだと思って喋ってた今。あの嘘です。私が説教します。もう生配信説教よ。待って、ハッシュタグに森本怒られろって書いてあった。そのハッシュタグやばい。そうだよ森本さん、はい、今でも決まるといいね。 ありがとうございます。私もお話、はい、しほさんのレコメンの話でした。閉めた。なんか閉めた。ジホさんのレコ、ジホさんのラジオがまた、ま、マリーは絶対生放送しちゃダメだわ。ラジオ。本当ですか。収録じゃないと危ない。でもこう見えて意外と喋らないかもしれない。何言ってんだよ。いいことしか喋らないようにします。嘘だよ。変わっちゃった。ジンガ。ジンガどこまでありましたっけ。もうさ、ジンガどころじゃなかったんだよ。本当に嘘ですよ。あと10分だって。え、本当ですか。それは困った。もう片付けよう。もうじゃあ後でまたちゃんと片付けます。後でまたちゃんと片付けます。片付けます。ちゃんと片付けます。しましょう。しましょう。もうこうやったらすぐ片付けられるよ。すごい、え、めっちゃ頭いいですね、しほさんって。そうだよ、しほさんは本当に頭がよろしい。そうだよ。そう、来週はちょっと勉強が。何？あの来週の日内はあれです。バカにしてんの私のこと。してないです。してるよね。なんで今の流れ。頭いいですねってバカにしてるのね。私はバカですよ。あなたはちゃんと、あ、ありがとう、うん、私はバカです。ちゃんとお塾とか言ってたでしょ。言ってました。え、待って、これ絶対間違えた。大丈夫大丈夫。ありがとうございます。私もマリー、あ、できた、綺麗にできた、綺麗にできました。片付け完了。じゃマリーちょっと読んでて。はい、じゃ読みますね。はい、ありがとうございます。ですね、あら。ちょっとあの読み上げない方がいい気がするんですけど、読み上げますね、うん、イッキさんはおバカ多め。どう思いますか。イッキさんは天才からおバカまで、はい、全種類取り揃えております。取り揃えておりますが、ちょっと近づきますね。そうだね、そうしよう。これでよいしょ。ドーン、どう、顔真っ赤。ドーン、ドーン、ドーン、イエーイ。何この画角。イエーイピース。手持ちショールーム、手持ちショールーム。おー、ブル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 、上げてみた。どう、いいですね。お、めっちゃいいじゃないですか。いい感じ。いい感じです、すごく。マリ読める？私読めます、読めます。え、じゃあ、ひなりの学力テスト実際どうですか。あの気持ち的にはできましたか。何言わしてんの。来週放送されるんだからまだ言えないよ。そっか、でき、ちょっと私はできちゃう、うん、絶対。絶対できちゃう。収録終わってるからさ。でもマリーがそのどんぐらいだったか私全く覚えてない。私の予想なんですけど、あさってだ。そう、私の予想見てください、うん、私の予想はできちゃう気がします。あ、本当、はい、できちゃう。できちゃうの、はい、ネタバレだね。シフさんはできちゃう、うん、できちゃう、はい、バカにしてんの。ね、してない。怒られろ。怒られる、ね、なんでこっちに、なんでこっちにしてくれたの。ここにすっごい、ここがすっごかったんですよ。ここにもう一人いたんです。ごめん、ありがとうございます。だからここに、ここら辺にしますね。やだ、ここ。あ、やか、ここがいい。じゃあここにしますね、うん、ここにしますね、うん、おー、え、二人とも、あ、つむじってどこなんだろうね。つむじですか、うん、あー、しほさんのつむじはこちらですね、うん、こちら。マリーさんのつむじ見えない。わかんない、わかんない。しほさんのつ
あ、髪の毛触りますね。失礼します。あ、志保さんのつむじありました。ここに、ここ、ここつむじ、つむじ、これです。志保さんのつむじ、こちら。何？こちらです。何言ってんの？志保さんのつむじ見つけました。違います。違います。ハッシュタグ森本つむじない。私が見つけられなかっただけで確実にある。私つむじなくなっちゃいました。つむじなくなりました。私イヤリングイヤリングおしゃれできてましたね。ありがとう。素敵なんです。あ、そうです、素敵。本当にビヨ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 、ありがとう。素敵。あ、これも私イヤリングですね。ん、見えない。え、見えないんですか。嘘。え、見えてますよ皆さん。ほら、皆さんだって、皆さんイヤリングおしゃれって言ってる。マリーのイヤリング、マリーのイヤリングおしゃれって皆さん言ってますよ。どうすればいい、お日様、もうどうすればいい、この子。ほら、なんか涙出てくる。嘘つきすぎでしょ。しごさん、なかったら言ってください。こんな風に、そ、なんでそう育っちゃったの。あんな泣いてピュアだったじゃん。ショールームやるまで私この子がこんなに真顔平気で。しほさん、しほさん、ここにいる人は違う人だと思ってください、うん、ああ、はい、エンターテイナーも有本って思えばいい。嘘つきだと思ってください。何言ってんだよ。ここにいる人は違う人だと思ってください。ちゃんとして。あなただって、うん、将来、うん、サンキさんが、サンキさん、一期さん、二期さん、さっきさんって3番目に先輩なんだよ。3番目の先輩か。で、はい、グループの中心として頑張る日が来るんだよ、うん、そんな時に私の前ではいいけど、後輩の前でそんな冗談連発してたらね。はい、どうなっちゃいますか。後輩もそうなっちゃうでしょ。それは困ります。でしょ、それは困ります。誰から教わったのよその技。本当にそれは困るからやめます。やめよ。あと3分ごめんなさい。でも3分じゃん残り、うん、はい、で残り3分だ、もう終わらせなきゃと思って、前回1月1人でやった時、はいはい、なんかでも1人でやるのちょっと失敗しちゃった、うん、なんか1人で喋ったらシーンってしちゃってさ、あーごめんなさいって思ったんだけど、だから今日マリとできてよかったけどさ。私、はい、何の話したっけ。なん、え、その、え、今の話ですか、うん、今の話は一人、あの、私とできてよかったけどさ。違う、その前。え、その前、その前、その前なんてありました。加藤さんあるあるなの。加藤さんあるあるですか。忘れちゃったからもういいや。え、本当ですか。ちょっと皆さん、あの、覚え、ほら見て、ここ顔伸びるよ。本当ですね。あ、本当だ、伸びますね。やっぱりありますね。伸びポジ。なんで伸びポジにいるんですか。伸びポジ。伸びポジ。そう、思い出した。残り3分ってなったから、はい、あ、もう時間内に絶対終わらせなきゃと思って、はい、終わらせたの、はい、そしたら、あの、としちゃん推しのみんなとかお日様が、はい、早く終わらせる人初めてだって言われて、そう、だから、ね、だいたいみんな推してるらしい。推してるんですか。そうそうそう、じゃあ1時間か。前回それを反省した。そういうことか。逆にもごめん、喋りすぎた。どうした。いや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 、でも今のが結構普段のマリーさんです。いやいや、おかしい。いやいや、おかしい。普段もうちょっとあのエレガントマリーなんだけど、今日配信が始まった瞬間違うマリーが出てきた。配信になると変になっちゃうみたいです。でもわかるかも。わかるかも。前ココイチさんのリアルイベントがあった時に、はい、マリーがずっと隣にいたんだけど、はい、あ、そうですね、ペアでした。そのテンションが上がるとマリーはおかしくなるんだって、その日初めて知った。そうです。あ、距離感がずっとなんか、嘘、こうです。 C がマリーだとしたら、はい、マリーがずっと、はい、嘘。いや、あの、いや、言っときますけど、めっちゃ足、体重かけてきた。待ってください、言わせてください、重いの、言わせてください。あの、はい、志保さんもその時すごかったです。あ、それはちょっと疲れ立ってて、ですか、あの、8分ですか。え、0分こんな話してたら終わっちゃいました。あ、でも、あ、ちょっとか、あ、ま、あ、大丈夫です。大丈夫ですか。ちょっと今、押し返しました。どうします。じゃあちょっと最後の話の続きを言って終わりを示す。そうですね、まあ、その時は私もちょっとこうやって、そうなんですよ。そう、でもそれで、あの、
それでこの私が普通のいつもの力で立ってたらこうなるじゃん。力が入らないからちょっとマリーに確かにもたれかかってた、うん、はい、それで私もこうやって同じようにこうしました。そういう日でした。そしたらおおーってなって、お互いそう思ってたんだね。そうです、同じです。じゃあ以上でした。あ、すごい、ありがとうございます。すごい今日でした。なんか楽しかったね。ショールーム2人でやった方が楽しい。それはめっちゃ思います。1人も楽しいけど、うん、思います。延長しましょう。や、延長は許されません。許されません。だからありがとうございます。どうしてやって締めるのがいいんだろうな。本日のじゃあ1人ずつ言いましょう。一言ずつ。はい、ひなたん祭まであと5日ですか。5日ですか。6日ですか。1週間を切りました。はい、今日今もきっと流通センターに並んで見てくださってる皆さんがいると思います。そう、本当にいつも、嘘を偽りなくお日様がいるから。はい、すごい重さ。重いって言うな。すいません、どうぞです、どうぞです、続けてください。素敵。お日様な、ちょっとあのテンションテンション上げないとまずい。聞こえ聞こえた聞こえ、もうダメですか。もうダメですか。タイムアップ、もうタイムアップ、リアルタイムアップ、どうぞ。ありがとうございました。見てくださってありがとうございました。ありがとうございました。おやすみなさい。おやすみ。これ仕事も決めますよ。決めますよ。決めてくれ。決めます。配信中。ありがとうございました。見に来てくださってごめんなさい。バイ。